も備えあれば憂いなしということでお話をさせていただきます。まずはじめに、はい、このパーセンテージは何だというふうに思われますか。今日の朝刊千葉日報に出てた数字でございます。はい、安全安心の満足度、災害に強い県づくりということで、県政世論調査の結果でございます。22.8% というのが災害に強い県ですかということに対しての不満度です。やや不満というのが 37.5% ですから、約 60% の方々が今の県の災害に強い県かということに対して、そうではないんじゃないかというふうに感じられているデータでございます。まあ、このように 60% の方が思われるということは、すなわち災害に大変関心の多い方がいらっしゃる、その結果がこの数字ではないかというふうに思っているところでございます。はい、そして、はい、この数字は今後の防災対策に関する要望事項ということで、データとして、調査結果でございます。黄色い部分、帰宅困難者の対策について考えてほしいという方が 25.3%、津波対策を重視してほしいという方が 18.2%、 それから防災啓発、自衛隊は災害において何ができるんだ、まあ、そんなことを今日ご理解をいただければ大変ありがたいと思います。備えあれば憂いなし、これは、国としてやらなきゃいけないこと、県としてやらなきゃいけないこと、そして市町村でやらなきゃいけないこと、そして、市民の方々が自らやらないこと、やらなきゃいけないこと、いろいろあると思います。その中で、自衛隊がどこまでできるんだ、どんな能力を持ってるんだ、そしたらその足りない部分を市民我々一人一人が何を備えるべきか、まあ、そんなことを考えてもらえる一つの資料になればということでお話をさせていただきます。はい、東日本大震災の特性は4つあるというふうに、まあ、整理をしております。その一つが地震よりも津波が甚大であったこと、災害が北海道から千葉まで広域甚大であったこと、そして津波と原発の複合事態であったことであります。私福島県で活動しまして、福島県知事がよく言われておりました。福島県は40区で本当に苦労しているんだというふうに言われています。その40区というのが津波、原発、それから津波、原発、地震、そして風評、この4つで本当に苦しめられているんだということを常々言われておりました。そのように地域によっては単なる2つの複合事態ではなくて4つの複合事態、もっとはそれ以外の複合事態ではなかったかというふうに思っております。また地方自治体の機能が喪失したことであります。幸いにして県庁所在地は海岸部分から離れておりました。ですから県庁がその崩壊をしてしまって県の行政機能が麻痺したというところはございません。一方地方自治体というのは海岸線に多くのその機能を保持しておりましたから、ある市町におきましては完全にその機能が喪失をしてしまいました。で、我々平素から地方自治体との連携強化ということで、防災訓練あるいはいろんな会議等を通じて、その災害に備えております。しかしながら地方自治体の機能が完全に喪失したことで、日頃から調整しておりました部長さんあるいは課長さん、そういった方々が調整相手が突然いなくなったという状況が生起しました。また多くの職員の方々がご家族をが被害に遭われたと、そんな中で、市の行政、町の行政、村の行政をやらなきゃいけないという、そんな大変な状況になったということであります。またこれは地方自治体だけではございません。自衛隊も駐屯地の機能を喪失したところがたくさんございます。我々自己完結性のある組織でありますけれども、やはりその皇居となる各基地、駐屯地、こういった機能がしっかりと保持されているがゆえに、兵站をしっかりと確保して活動することができます。
そういったものが一部消失してしまったということ、まあ、そんな中で、大規模震災対処をしなきゃいけなかったという特性がございます。はい、先ほど局長さんの方からお話がございました通り、陸海空自衛隊合わせて約24万ほどおります。そのうちの10万人が今回の東日本大震災に従事をいたしました。じゃあ残りの14万人何やってたのっていう話になりますけれども、当然、航空自衛隊は領空侵犯、海上自衛隊は領海、こういったものの平素の警戒体制を保持しておりました。また陸上自衛隊も首都防衛、そういった重要な場所についてはその地域を離れないという状況がございます。そういったところを除いて最大限出れる10万人体制を取ったわけでございます。実際、首都直下型地震が起こった時の防衛省の計画では、この首都直下型地震には約11万人の陸海空自衛隊を動員して対応するように計画をされています。ですから大体それと匹敵するぐらいの形で今回自衛隊が動いたということになります。さらに言いますと、陸上自衛隊については7万人、海上自衛隊については1.5 万人、航空自衛隊については 2.2 万人の部隊が活動しております。また在日米軍については 1.6 万人の在日米軍がこの大震災で災害派遣活動に従事したわけであります。はい、では東日本大震災は阪神淡路大震災の時と比べてどの程度早く迅速に対応できたのかというのがこのグラフであります。青い線が東日本大震災の、時間の推移に基づく兵力の、部隊の隊員の集中度合いでございます。赤い線というのが、阪神淡路大震災時の集中の度合いでございます。これを見てお分かりの通り、24時間の時点で阪神淡路大震災の時には約6000人ほど部隊が現場に出ております。一方今回の東日本大震災では2万人、地元に所在する部隊は全部災害の現場に出ているという状況であります。なぜ地元の東北の部隊がこんなに早く対応できたかと申しますと、数年前にみちのくアラートという地方自治体との大規模な防災訓練をやっておりました。その成果もありまして、このように迅速に対応できたところであります。また阪神淡路大震災の時にの教訓でいろんなことが見直しをされております。まずはじめに初動対処体制の確立ということで、我々は知事の要請に基づいて行動をいたします。しかしながら対応のいとまがない場合、現場の指揮官を持っての判断で部隊を動かすことができるようになりました。阪神淡路大震災の時には目の前に被災者がいる、しかし命令がない場合は部隊長の判断で部隊を動かすことができませんでした。その教訓を得まして、自主的に派遣をすることができたようになったという。また、市長さんあるいは町長さんが知事に、お願いをする時間のいとまがない場合には直接部隊の方に要請するということもできるような枠組みになりました。まあ、そのような形で、阪神淡路大震災の場合は、発災後4時間で兵庫県知事の方から災害派遣要請がありました。一方、今回は岩手県知事からの災害派遣要請があったのは発災後6分であります。まあ、このような形で迅速に対応できたということであります。また、震度5以上の地震が発生した場合には自動的に、ヘリコプターの部隊あるいは航空自衛隊等が飛行機が上がって、被災状況を全部映像で、撮ります。そのライブ映像が総理官邸のところに直接入るような仕組みができております。でそれをもって、総理も状況判断をして部隊を動かす決心ができるようになったと。まあ、このようなところが大きいかと思います。あるいは、各種法制等が整備されて、我々は警察官がそこにいない場合については基本的に、一時立ち入り、家屋への一時立ち入り等ができないような状況でありました。しかしながらそれも警察官がそこにいない、しかしながらどうしても交通を統制しなきゃいけない、あるいは一時立ち入りをしなければ救助できないという場合は警察官の職務執行法の一部が我々に適用されるようになりました。
このような形で、各種法制が整備されて迅速な対応ができるようになったところであります。一方で、自治体関係機関各自衛隊間の情報共有連携というのはさらに強化を図らなければさらなる迅速な対応はできないというふうに思っているところでございます。はい、続いて災害派遣の全般の経緯であります。発災3月の11日から3月の19日約1週間で、までは人命救助に全力で当たりました。1週間後に3県知事の共同声明が出されまして、事後の重点については人命救助から生活支援に重点を変更するというような合同の声明が出ました。その一方で、各被災者の方々からは強い要望がございました。これは最後まで諦めずに、捜索してほしいという強い要請がございまして、3月19日以降も陸海空自衛隊合わせて8割から9割の隊員は行方不明者の捜索活動に従事し、その一方で、生活支援あるいは応急復旧支援に当たったところでございます。では応急復旧支援はどこまで自衛隊がやってどこが行政がやるんだというその判断というのは結構難しいものがあります。そこで、我々がその判断をする上で一番重要なのが、緊急性があるのか、それとも自衛隊がやらなければできない仕事なのか、非代替性で、公共性があるのか、この3つの視点でその評価します。ただ今回は未曾有の大震災ですから、もうそういったところを判断するよりも先に行動しようと、我々のできることは最大限やろうということで取り組んでおります。ですから今回の場合は若干そういった厳密に言うとそこまでやる必要があったのかということはありますけれども、やはり、我々のできることは最大限やろうということでやっているところであります。このようにやって最後の撤収要請がありましたのは岩手県が7月の26日、宮城県が8月1日、福島県が9月の9日、千葉が4月の5日に知事の方から要請があって撤収をしたところであります。この間に、いろいろとニーズは変化をしてまいりました。いろいろとその生活支援のための災害派遣活動をするんですけれども、いろいろとニーズを聞いてまいります。しかしながら、今日のニーズというのは明日のニーズにあらずなんです。もう本当に、数時間前まではこれが欲しい、こんなことをしてほしい、しかしそれが届いた時にはもうそれはもういいよと、それよりもこっちをしてほしいんだと、そんなふうに日々刻々とニーズというのは変わってまいります。それにいかに対応するかというのが大変苦労したところでもあります。また、この撤収要請が出る間の中で生活支援、行方不明者の捜索活動というのはどんどん希望が小さくなってまいります。しかしながら地元の方というのは自衛隊が迷彩服を着てそこで活動してくれる、それが自衛官がいることが安心なんだと、いっぺんに自衛隊がそこからいなくなる、それがまた我々のストレスになるんだというようなご意見も多々ありました。ですからこの撤収に至るまでの間でいかに被災者の方々に安心をしていただいて、その上で我々が通常の任務に復帰をするといったところに着手したところであります。原発対応については、当初は避難誘導という任務をし、その後行方不明者の捜索活動を4月の18日からやり、最後には12月に、30キロ圏内、特に10キロ圏内の、一般の業者等がやる除染のための活動拠点の除染をやって任務が終了したところでございます。はい、人命救助であります。この棒グラフを見ていただければお分かりの通り、発災当日というのは約3000人ほど救出をしております。2日目が6000強、そして3日目が9000人、その後は逐次こう減ってまいりました。累計で 19,286 名の方々を人命救助しております。これはご亡くなった方あるいは行方不明者の方の数に匹敵するような数でございます。
この人命救助でゼロになったのが3月の20日以降はもう、生存者が確認できてない状況であります。最後の一命を発見できたのが発災から9日目であります。一般的に、人命救助は発災から72時間、が重要だと言われています。しかしながら諦めずに捜索することによって瓦礫の下から発災から9日目に一命を発見できたと。ですから最後まで諦めずに捜索するということの重要性というのを痛切に感じたわけであります。また陸上自衛隊でヘリコプターが夜3機で人命救助活動しました。これは我々が通常国土防衛のために装備しているナイトビジョンゴーグルというのがございます。それがパイロットがそのゴーグルをつけて夜間飛ぶと、まあ、中間と同じような形で外を見てヘリコプターを操縦できるものであります。それを3機がそのナイトビジョンゴーグルというのを装備していて、その装備したヘリコプターでその日の夜に約200数十名の方々を救助したところであります。ですからいかに国土防衛の専用装備品でもこういったものにも活用できるのかというのがお分かりかというふうに思います。はい、続いて行方不明者の捜索であります。石巻市の大川小学校、これは児童教職員の方84名の方が亡くなりになられました。当初発災当初というのはこのように、瓦礫が堆積して、この中から、まあ、捜索活動をしていたところであります。やはり、もうその行方不明者のご父兄の方々とも毎日来て捜索されていると。その状況を見るとどうしても諦めることができないということで、最後にはこのような形でもう瓦礫も一つもない、ここまで捜索活動をしてたところであります。あるいは、石巻市の藤沼地区でありますけれども、堤防が決壊をして冠水をしております。この冠水したところというのはどうするかと申しますと、国土交通省が持っています大型のポンプがあります。それをお借りしまして、そのポンプで排水をします。だいたいこういった冠水している地域の排水には1週間ほどかかります。その排水した後、隊員がこのような形で一列になりまして、全ての捜索活動をするという、このような形で行方不明者の捜索活動をしたところであります。はい、生活支援であります。だいたい10万人が活動して最大で、まあ、このくらいの能力があるんだということを一つの尺度として持っていただきたいと思います。まあ